事修正は来日するためにもともと100万ほど借金があるということなんです。で、何らかの理由で日本で就職した会社などを離れると、その返済に追われて違法行為に手を染めてしまうことがあるといいます。で、こちらですね、実際のウスーデスのコミュニティなんですが、実習生をベトナム語でボドイ、兵士というふうに表現して隠語を使いまして、ですと白タクだったり夜の仕事、また住むところの紹介など様々な投稿があるということです。はい、秋山さん、こういった実態いかがですか？そうですね、やっぱり私が現役の頃からそういう時の収支数の問題はあったんですね。それはどういうことかったら、やっぱり、給料は安い、それと狭い部屋に何人もが入る、で、中にはいじめがあったり、で、それで失踪する人も増えたんですよ。それは当然、本当にこう尊厳する会社なんですけど、今後やはりそういう支援をする必要があるということですね。群馬県ベトナム協会のピー会長もこのように訴えていらっしゃいます。こちら、この先右折専用レーンがあります。今回はいらない、ベトナム人の悩みを一緒に解決してあげる行政のサービスが必要ということで、こうした社会問題が今回の事件に関係しているかもしれません。今一度ご自宅の防犯確認ください。まだ株なんだ。では続いてです。女2人が集めた金が45億円、総額80億円にも及ぶ投資詐欺事件。元社員の男性を直撃すると、社長と女2人の関係も浮き彫りに。独自取材です。
ですね。あ、二方ありがとうございます。見てくれてありがとうございますありがとうございます。お二人見ていただいてありがとうございます。大変ありがとうございます。ちょっとここどこかですね、信号と変速できてちょっと混んでます。え、青信号だったね、出発しましょうね。っていうか真央なんですけど、ね、なかなか行けないんですよね。リア向かっていきます。黒様橋東、今千葉市美浜区幸町を走ってます。バイクが変則的な形で走ってますね。青信号、よし。じゃあバイクを追い越します。はい、抜かしました。すみません、切れちゃいました。すいません、切れちゃいました。すいません、電波があまり良くないっぺですね。ごめんなさい。切れてました電波が。すいません、あんま良くないみたいです。稼いでいくというか、でもその2人は競争心をうまく利用して、いやでしょ、お客さんが不安心を手を作ったんじゃないかなって思います。そんな何か悪かったね、会社内のボンボンボンって言われてたさて、昨今の投資ブームの影響もありまして、資産運用の詐欺が増えているということで、投資家でもあります太蔵さんからこちらです。元本保証で高額配当は詐欺の可能性大と。はい、佐藤君、これぜひ言っておきたい。いや、ほんとね、まあ、投資の世界で何かを保証するっていう言葉を言ってる。シートベルト待ち伏せエリアで注意してください。普通に含めたらありえないで、僕ね、やっぱね、でこの中村容疑者
したことあるんですけど、一緒に共演したことあるんですけど、まあ、こういった詐欺師っていうのは、まあ、基本的にはすごくいい人です。でも、本当に見るからに悪そうだったらこっちも警戒するんですけど、もう言葉巧みに、ね、信用させる。だから、やっぱり内容でしっかり把握しなければなりません。コンビニ救急車入ってきます。メジャーリーグの超速報です。大谷選手打ったんでしょうか。多分呼べたんでしょうね、コンビニストアから。毎月第4木曜日は安住アナが出張して日本全国からの生中継。今回は石川から。お楽しみに。請求書発行スタートです。さあ、ミスなく綺麗に間に合うのか。まずは三つ折り、3万2000円引きクーポンがもらえるよ。すごいね。先着だから急いで申し込
でね、JTB。 集中力が続かないのは脳疲労が原因かも。アリナモ V に配合のフルスーチアミンが脳や体のエネルギー使いを助けます。よし、疲れにも集中力にもアリナモ V。 パウチもいいね。見て、触れて、運転して、驚いてください。新しい時代の軽ハイトワゴンです。新型スペーシアカスタム、鈴木。2000万人だ。ありがとうございます。見ていただき。この先、一般道、信号無視待ち伏せエリアに注意してください。今、千葉県千葉市、中央区、寒川を走っています。寒川大橋ってところに上にいます。ありがとうございます。見ていただき、千葉市中央区曽我町を走ってます。ケイズ電機と福田電信アリーナがありますよ。ここは曽我駅入り口の交差点です。
なってんだ、ここそうか、超えてちょっとだけポテト神の一種。
ちゃんと忘れた。組み立ててほしい。はい。助かりました。はい、買いますね。12時か。ありがとうございました。忘れちゃったの。忘れちゃったの。浮いた先にあるという報告地。本当にそこに神秘の大穴はあるのか。オーストラリア。すぐに追いつかれちゃう。これはどうですか。じゃあなんか羽生えてくるのかなみたいな。そうですね。どちらかというと羽生えてるような感じですね。早いな。それは独特ですね。いや。そうだ。ただアリ。出てきてんじゃん。周りちょっと歪み感に。その歩幅つけるのが結構。一般道取締りマークを注意してください。それもランダム性が高くて、自分がどれくらいその距離を歩いてるかもよくわかんない。ありがとうございます。今千葉県市原市の八幡宿はしてます。国道16号線です。
りの音声コミュニケーションをおしゃべりする本当、はい、にちょっと今集中して研究してる。そして先生はもう研究に熱が入っちゃって文法まで。そうですね、そのもうちょっと録音するとすごい音取れちゃうもんですから、はい、それをこう一個一個音切り出して、はい、これがキュなのかな、はい、これがキョなのかな、はい、みたいなのを一個一個こう切り出してはこう分類していくんですね、はい、でまあ、とある一ファイルがものすごいおしゃべりなやつで、はい、それを解析するのに1ヶ月ぐらいかかっちゃって7700回ぐらいこうしゃべるんで、それ学校だ大学だけで間に合わないから、はい、やたら寝落ちして、それをこう娘がお父さん起きてちょっとちょっとちょっと娘にアリ語でこう言って、お父さんお父さんアリ語喋ってる、こっち戻ってき、危なかった危なかった危ない危ない危なかった、本当村上先生がもうアリ語で喋るようになっちゃってさあ、もうどうですか、危なかった良かった良かった、ちょっと先生の研究の一端をお聞かせいただけると。そうですね、まあ、はい、どういう音かっていうことで、まあ、はっきりありますね、はい、まあ、葉っぱ切ってるときの音なんですが、はい、これが一個で、で、実は同じような行動なんですけど、これ実はどっちも葉っぱ切ってるときの音なんですが、どっちかがすごくいい葉っぱ、どっちかがあんまいまいちだなっていうのが、どっちがどっちだろう、2回目の方がいい葉っぱっていう、もう逆です逆だ、そうなんだよ、なんか2つ目の方がね、はい、なんかテンポよくご機嫌で、うん、そうなんです、うん、でも実際にはこれはもう話し合ってるこう迷いがあることで、最初の方がこうリズミカルにこうドリルのようにいいって、だから同じ葉っぱ切ってるでもそのクオリティで